さんと橋本でございます。前回続きましてメンデルスゾーン交流曲第4話、今日で第1楽章最後の解説動画となりました。6回目の今日は477小節目から残り全部を解説していきます。まずここからのテンポですが、475小節目の段階ではピューアニマルと少しずつテンポが速くなるというふうに考えていただきたいと思います。で、早速477小節目からのボーイングですが、最初ダウンで弾いた後は後半の8分音符をアップから入って弓順と弾くようにしてください。その後480小節目も同じように同じボーイングで弾いていただきたいと思います。485小節目アフタクト、ここのボーイングはアフタクトアップで入った後はダウンダウンアップアップで弾いていただきたいと思います。で、ポジションは今ゲーセンで取ったんですけれども、こちらでも構いませんし、あるいはデーセンでこちらのデーセンで取っていただいても構いません。490小節目から510小節目まではピッチカートとなります。で、このポジションなんですけれども、最初スタートして、第1ポジションからスタートします。この今止まりましたアーまでをハーフポジションで取った後、次の上降系は今取りましたようにハーとチスを1、4、で第4ポジションを使ってリスト A を2、4と取ります。前から弾きますと、ここまでよろしいでしょうか。そして次のアーからは今のようにデーセンで降りると取りやすくなります。それ以降はハーフポジション、第1ポジションを中心に取ることができます。で、また A のオクターブが出てきます。501小節目はこの2小節間はオクターブ同じポジションで取るようにしてください。で、それ以降はまた第1ポジションに戻って再び509小節目で A のオクターブが出てきますので、前の D を開放で取っている間にポジションを第4ポジションに移してこちらでまとめて取っていただきたいと思います。もう一度490小節目から今のピッチカートまでを通して演奏します。ここまでこのような形となります。続いて511小節目アフタクトからポジションを説明していきます。で、最初のフレーズは A のオクターブになりますので、ここは同じポジションでまとめて取るようにしてください。こちらのオクターブをまずまとめて取ります。で、次上の A が D になります。515小節目からなんですけれども、ここは近いアングルからご覧いただきます。はい、それでは515小節目からポジションを説明していきます。細かく分けて4つのパターンを説明します。で、まず大きく分けてこのポジションをまとめて取るのかで、ある跳躍して取るのかの大きく2つに分かれます。で、まずまとめて取る方法として1つ目は A と D いずれも小指を使って4-4と押さえる方法です。で、その場合はゲー線、デー線、アー線の3つの弦をこの4の指でもまとめて押さえる。で、この状態のままこのように押さえる方法。で、ただこれは不利な要素として1本の指でこの3つの弦を無理に押さえる形になりますので、ゲー線がしっかり押さえにくくなるという可能性があります。この不利な要素を解消するとして2つ目のパターンが、まずアー線で A を1で取ります。で、左手を縦向きにして、で D をのゲー線で、ここは薬指を使います。こちらの縦にして押さえるという方法もあります。どのように弾くかと言いますと、その際に間の D 線に触って雑音が出ないように、ここの D も中指で押さえて取っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、2つ目のパターンとしてはこのような形となります。続いて跳躍を必要とする場合のポジションを説明します。これが3つ目のパターンとして、これもオーソドックスな形になるんですけれども、 A を D 線で取って、でここから一気に跳躍して D を第3ポジションを使って4で取る方法があります。最初からいきますと、跳躍を必要とする場合はまず3つ目のパターンがこのような形となります。これは不利な要素として第1ポジションから第3ポジションに無理に移動する形になってしまいますので、これを解消するために4つ目のパターンとして、最初を第4ポジションでアーセンの1からスタートして、こちらの第6ポジションを使って D を押さえるという方法があります。
これだとポジションの移動範囲が狭くなる分、この D の音の立ち上がりが悪くなるという逆の不利な要素が出てきますので、よりはっきりした音を出したいのであれば、この3つ目のパターンで、跳躍を少なくしたいのであれば、これはもうどちらを使っていただいても構いませんので、両方試してやりやすい方を選択していただきたいと思います。519小節目からのポジションをまとめて取る場合は、最初の A を合わせからスタートして読んで取ります。で、地図をゲーセンで2で、ポジションは外気に強いをゲーセンで1と取ります。まず一つ目がこのような形となります。跳躍して取る場合は A をゲーセンからスタートして地図、正、いずれもゲーセンで4で取っていただきたいと思います。もう一度両方のパターンを見ますと、もしくはこのどちらかを選択していただきたいと思います。523小節目からのボーイングですが、最初は一瞬で弾いて、529小節目から3小節間今弾きましたように、いつでもダウンと弾いていただきたいと思います。で、ピアノになります533小節目はここはダウンアップダウンで、その後もダウンから入って、ここまで弓順となります。で、8分音の刻みになります543小節目からは、ここまで当然ダウンからの弓順となります。で、その後ですが555小節目200目の A にソルサンがあります。で、ここをダウンと弾く場合は、ここまでを逆弓で弾いた後557小節目をアップアップします。で、アップで始まる場合はもうストレートに弓順で弾いていただいても構いません。ここまでどちらかを選択していただきたいと思います。で、楽譜によっては559小節目からもう書いてあるボイムになってるんですけれども、ここは最後の打ち込みはいつでもダウンと弾いていただきたいと思います。はい、第一楽章は最後まで解説させていただきました。いかがでしたでしょうか。この第一楽章は全体を通じて非常に難しいフレーズになりますので、まずゆっくりしたテンポから必ず練習をしていただきたいと思います。そして次回の動画で第一楽章を少しゆっくりしたテンポに編集しましたデモ演奏をお送りいたしますので、それも合わせてご覧いただきたいと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた次回。